皆さん、こんにちは。チャレさんです。最近ね、巣ごもりをしていて、なんだかカメラ系がね、随分とね、沼に落ちてしまいました。で、もともとこれ、ルミックスの GX7 ですけど、こういう標準ズームレンズキットがついたものを買いました。これ振動式のレンズで、こういうふうに伸びるんですね。12ミリから32ミリ、こういう感じ、こういう感じ。で、この、映るかな？こんな感じのレンズなんですけど、ルミックスの。で、こちらね、これにはいつも、このキャップをつけてました。本来はこういう、取り外し式のキャップなんですけど、こういうね、あら、どれだっけ？こういうキャップなんですけど、邪魔くさいじゃないですか、いつも外すの。なので、こういうキャップをつけてました。こういうのつけることで、これね、こういう、単にこういう、映ってるかな。こういうキャップなんですよ。で、これをね、つけると、こういうふうに、ちょっとうまく差し込めてない。これはグッと差し込むだけなんですよ。ねじ込みじゃなくて差し込むだけなんですけど、こうやってグッと差しておくと、こうやってひね、ズームレン、ここのね、映るかな。ここがいつもオフなんですよ。で、これを12にすると、12だよね。12にすると、こっちから見た方がいいのかな。映せるモードになるんですけど、レンズが出て。その状態にすると、こう開くっていうね。で、あとはズームこういうふうに回すっていう、これ便利なので、いつもこのキャップをつけて、撮影をしていました。なんですけど、まあこれね、何度かお伝えしたように、レンズ暗いし、悪いレンズじゃないです。非常に使い勝手のいい。で、これはカメラとレンズの方にも、両方にデュアルで手ブレ補正が効くので、非常に動画を撮るにはいいんですね。で、これを使ってました。ところが、まあちょっと物足りなくなって 次に買ったのがこちらですね。ライカの、25ミリっていう、映るかな？こっちね。ライカの、ピントが合うかな？ライカの25ミリっていう、レンズが、にゲットしました。F1.4 ってすごい明るいレンズです。で、まあこれ描写はね、非常にいいんで、使いやすいんですけど、まあちょっと白飛びしたりするんで、こういう、PL フィルターを買いました。偏光フィルターね。で、これはこいつにつけることにしました。一番明るいレンズなんで、ここをこう回して変光率を変えるやつですね。で、このタイプには、普通のキャップをつけてます。で、なぜかというと、こういうレンズフード、こいつにはね、こういうかっこいいレンズフードがつくんですけど、まあ、レンズフードつけるとね、偏光フィルター使いにくいんですね。多分、レンズフィルター使わないことが多いと思います。まあ、一応こういうのついてますよという、このライカレンズはね。それともう一つ、パンケーキ。これも、フィルター、全部レンズにはフィルターつけたんですけど、これは普通の透明フィルター。で、こういう薄っぺらい、ね、パンケーキレンズで、これ、何ミリだっけ？ 14 ミリという広角で、だからまあ、マイクロフォーサーズから28ミリってことね。なので、で、F 値が2.5ですね、開放値。まあ、何でもスナップに使える便利品っていうことで、ルミックスのレンズ。まあ、これもだから、フィルターをつけて、ちょっとした時に、スナップで持って出るにはこれが一番いいんじゃないかなと思って、まあ、これもまあ、ただキャップはこれなんですよ。で、今回、やってしまったのがこいつ。じゃーん。
ライカの映るかな、どこまで行けばこれ映りがいいのかよくわからんのだけど、ライカの 15mm、 いわゆる、フルサイズで換算するとこの 30mm の F1.7、 ちょっと色がねシルバーボディなんですけど、これ中古でラフオクで買ったんですよ、手に入れたんですよ。だからもう仕方ないよね。でこれはね、あの出品者がねフィルターつけてくれてたんで、このシルバーのボディに合ったフィルターをあのつけることができます。あとこういうレンズフィール、このリングを取ると、このリングを取るとこの、レンズフードもつけられて、この時のキャップはこの上につく、こういうゴムキャップがねタイプですね、こういう風につけられるタイプなんですが、まあちょっとねやっぱねこういうキャップはね持ち歩きが不便なので、このリングはこのレンズフードも使わずに、新たにこのキャップ、こういうキャップを買いました。X キャップ2っていうんですけど、これすごいんですよ、画期的。これじゃ難しいな、ちょっとこれつけてみますね。これにこう普段こうなってるじゃないですか、こんな感じでね、これをねこうって引っ張ると開くんですよ。これすごいでしょ。もともと持ってたこいつのこれと同じで、キャップを開け閉めがすごいしなくていいんですよね。あの取り外してポケットに入れたりしなくていいんですよ。なのでこれでいこうと思ってまして、ね、こんな感じでね、ちょっと今ねちゃんとセットしてないから、本当はこれがちゃんとこういう真横に向かないといけない ね。ちょっと硬いんですよ、締めると。でまあこういう感じで引くと開く、閉じるとっていう、これだ、もうこれで持ち歩けるじゃないですか、こうやってあのストラップに入れて、まあ全体がね黒ならね良かったんですけど、でこうなるともうねこいつはつかない、こいつはつかないし、もう他のフード類はつかないので、またあの変更フィルターも使えないので、これをつけると、はい、まあそういう不便さはあるけど、はい、で 15mm なんで結構あの風景とかスナップ撮りこいつ活躍するんじゃないかと思ってて、まあこれとこれと2本、まあもしくはこれの、動画用にこいつを持っておく、普段はこいつを持っておくとか、はい、4本体制で撮影が可能になりました。はい、ということでね、もうあまりに嬉しくて、これを言いたくて、これをすごいよね。もうこれね、キャップ高かったですよ。このレンズキャップ。6000円ぐらいする。さっきのこっちの開くフードは、レンズキャップは2000円ぐらいだったんだけど、これ3倍ぐらいする。うん。っていうことは、まあ、あるんだけど、こちら、使ってみたいと思います。はい。また、人気のカメラ動画を撮ってしまいました。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。